はい、皆さん、こんにちは。生活館の生活館です。えー、ということで、今日はですね、ベンチマークは意味ないという話をしていきたいと思います。はい、まあ、これ僕のさっき思ったことなんですけど、あのー、僕結構粗品さん、お笑い芸人の粗品さんいるじゃないですか。あの人の、なんか、ポジションというか、まあ、生き方みたいなの、いいなあって思うんですよね。で、 まあ、などういうところがかっていうと例えばまあ普通にお笑い芸人としてなんかすごい面白いのはまあもちろんのことなんかいろんなバラエティのロケとかにもまあ普通に呼ばれてその人間性が多分変われて面白いってなって呼ばれてでしかも YouTube もなんかユニークなあの動画でなんかちょっと一風変わった動画をたくさん出してて。 なんか本当にセンスの塊だなって思ってなんかもうその人にファンがついてるんですよねあのー、なんかもはやコメント欄を見てもまあやっぱりその粗品さんの人間性とかまあそれまでの人生の物語とかにみんなめちゃくちゃ共感したりとか感動したりして あの、もう本当に、その、人自体を好きになってると思うんですけど、だから僕も、なんか、粗品さんみたいなポジションいいな。まあだから、ああいうポジションは、いわゆる、お笑いとか、まあな、何か、何かで一発ポンと当てて、その後に自分の内部を出していって、人として好かれていくみたいな、そういうルートだと思うんですけど、 なんかそういうのいいなと思ってベンチマークしようとしたんですよあそしなさんをベンチマークにしてちょっといろいろ活動を頑張ろうかなってでも思ったんですよベンチマークってもう今の時代にいる人とかまあ、職業とか会社とかそういうものをベンチマークしたところであの自分がこれから向かっていく5年後10年後の未来っていうのは もう、そもそも社会の状況とか、まあ、流行ってるものとか、何もかも違うし、なんか、今あるもので、ベンチマークしても、結局、自分が5年後、10年後にそれになったとして、果たしてそれは、あの、まあ、機能するのかというか、社会において、こう、受け入れられるものであり続けているのかっていうところが、あの、疑問だったので、 やっぱベンチマークしない方がいいっすね。うん。やっぱ自分でちゃんと考えて考えて、やっぱオリジナリティ出しながら考えてっていうのが重要だと思いました。ということで、終わりますバイ